キターン・バリカディは、ロシアのボルゴグラードに拠点を置く、国防産業企業である。1914年に、バリカディ生産組合とキターン設計局が合併して、設立された。モスクワ熱技術研究所の子会社である。正式名称は、連邦研究生産センター、キターン・バリカディという。1914年に、ツァーリチン兵器工場として設立され、ロシア革命後により、 レッドバリケードと解明された。ヨーロッパ最大の軍事工場で、キターン設計局は、工場付属設計局であった。第二次世界大戦では、バルバロスサ作戦に巻き込まれて壊滅的な打撃を受けたが、1944年には、生産を再開した。キターン設計局は、1990年に、工場から分離、独立した。 第一次世界大戦の開戦前の時点でロシア帝国が保有する海軍艦艇用大後継法の生産工場はサンクトペテルブルクのオブコフ国立工場一箇所しかなかった。このためすでに中小後継法の生産で実績があったペルミカ法工場を中心として生産体制を整備しサリーツインに工場を建設することが決定された。 工場建設はロシア帝国砲兵交渉とそのパートナーであったイギリスのビッカースにより進められることになり、1914年に建設開始、1917年には最初の砲が出荷された。また、同年からエフゲニー・アレクサンドロビチ・ベルカロフの指導の元、下砲の設計が行われるようになった。1938年にはより強力な下砲を開発するため、 イリアイはノビチイワノフ率いる、第221設計局が組織され、バリーキャリから取った BR シリーズの旧砲やカノン砲、榴弾砲を開発した。1942年8月、スターリングラード攻防戦の戦火を避けるため、第221設計局は解散され、技術者はそれぞれ以下の工場に疎開した。イワン・イーチ・リュドニコフ大佐率いる。 第138狙撃士団とステパン・サベーレビチ、クリエフ少将率いる第39新英自動車加速撃士団が工場の防衛を担当したが、1942年8月から1943年1月にかけての激しい戦闘で工場の大部分が破壊された。1944年には部分的に復旧し、再び火砲を生産して前線に送り出すようになった。 1950年1月、特別設計局 SKB-221 が改めて発足し、ゲオルギー・イワノビチセル KF が主任設計者となった。1950年代には、大中後継法の設計及び生産が中心であったが、石油掘削装置や原子力機器の生産も担当した。1960年代には新たに、 近距離戦術弾道ミサイルシステム及び中距離戦術ミサイルシステムという早期率発射機の分野にも進出した。1973年にはバーレリアン・マルコビチ・ソボレフ率いる戦略弾道ミサイル担当のオーク部マイナス1とセルゲイエフ率いる方システム及び戦術弾道ミサイル担当のオーク部マイナス2に分割されたが1970年代を通して協力して 開発に取り組んだ。1983年には、オークブマイナス1、オークブマイナス2及び試作生産ラインが統合されて、中央設計局に改組され、オークブマイナス1のソボレフと、オークブマイナス2のセルゲーフ、それに、コンスタンティン・ペトロビチ・イエシンが、設計日誌となった。1990年9月には、中央設計局が、バリカディ生産組合から独立し、 ティターン中央設計局となった。1980年代には次のものを開発した。1991年11月19日、ティターン中央設計局は国有企業として独立し、ビクトル・シュリー銀が主任設計技師兼、ジェネラルディレクターに就任した。1990年代は主にミサイル発射装置に注力していたが、民生分野の製品についても設計。 製造を行うようになった。2004年には、ティターン中央設計局は、ロシア連邦政府の命令により、連邦研究生産センターに指定された。2000年代には、以下の製品を開発した。2008年には、夜勤工場が、ロステック産科のロススペツスタールの子会社である、クラースヌイオクチャーブリ製鉄所に売却された。2010年1月には、公開株式会社となり、 2011年3月25日からは、株式会社化されたモスクワ熱技術研究所のグループ会社となった。2014年3月7日のロシア連邦政府令 334P 公開株式会社ティターン中央設計局とバリカディ生産組合の再編に基づき、2014年10月1日をもってバリカディ生産組合の一切の試算。 法的権利及び義務並びに知的財産がティターン中央設計局に移管され、連邦研究生産センター公開株式会社中央設計局ティターンとして統合された。これによりミサイル及び下方線業で設計から量産まで一気通貫で手掛ける兵器製造会社となった。2016年6月には、 株式会社連邦研究生産センターティターンバリカディに解明された。バリカディ工場は重機や大型中古品及び単造品の分野においてロシア屈指の大手メーカーである。バリカディ掘削機器工場はロシアの石油掘削リーグ製造においてエカテリンブルクにあるウラルマッシュと双壁を成している。バリカディ工場では弾道ミサイルや野放向けの移動型発射機も製造している。 近隣のクラースヌイオクチャーブリ製鉄所から、鉱材の供給を受けている。ありがとうございます。